もうこっからが重要なんですけど、はいはい、こういうね社会との接点が全くない人間が、うん、世直し願望を募らせるって、うん、超あるあるなんですよ、うん、血縁関係も、うん、職場にも地域のコミュニティにもどこにも属していない人間でも、うん、日本人であるっていうことだけは最後まで剥奪されないんですよ。なるほどね。自分の自己肯定感が低いから、うん、社会にとって価値のある捨て駒になろうとする。何も持っていないからこそできる自爆攻撃、そこに価値を見出すんですよ。